今回の大分コレクションは大分の宝、子ども学芸員体験授業をご紹介します。先哲資料館では子どもたちが学芸員となり、身近な地域の先哲や歴史、文化について展示や発表を行う子ども学芸員体験授業に取り組んでいます。今回は国東市立安芸中央小学校、肘町立肘小学校、北市立恵林小学校の児童が参加しました。まずそれぞれの学校の展示について教えてください。はい、まず今回はですね、安芸中央小学校は三浦梅園さんについて、そして肘小学校は保和市万里さんについて、北の恵林小学校は広瀬丹宗さんについて展示をしております。個性あふれる写真パネルだとか資料の説明の仕方だとか、そういったところが表すことができているかなと思います。今回のテーマとか展示の内容っていうのは誰が決めるんですか？はい、今回ですね、一応大きなテーマとしては文語三件というテーマは先哲資料館から言ってるんですけれども、そこからどういうふうに広げていくかというのは子どもたちと一緒に話し合いながら決めていきました。取り組む子どもたちの姿を見てどんなことを感じられましたか？はい、もともとですね、やはり3校ともすごくこう意識が高く取り組んでいるなというのはありました。ただですね、こうどんどんとこう経験を重ねていく中で、子どもたちのやっぱ笑顔とかそういったものはすごく印象的に残っておりますし、資料もすごく深みがある説明の仕方ができていたんじゃないかなと思っております。子ども学芸員の集大成として先哲資料館では現在子ども学芸員企画展を開催しています。初日となる去年の12月14日には、子どもたちによる展示室での解説やステージでの発表会も行われました。万里先生はオランダ語で書かれた本を独学で読みこなし、さまざまな分野に詳しい学者でした。参加した子どもたちはどんなことを感じたのでしょうか？バイヤー先生は思いやりの心、ジョーを知ったので、自分もジョーを大切にしたいと思いました。フィールドワークでバイエン先生の資料館に行ったり、そういうことは楽しかったり、なかなか思ってるような資料が見つけられなかったり、そういうのが難しかったです。ショーケースの中に入るのを楽しみにしていたので、学芸員さんになった気分だったので楽しかったです。緊張したけど、万里先生っていう、偉人について教えられてよかったなって思います。今回の体験を通してこれから生かしていきたいことはどんなことですか？地域の方々にも万里先生を知ってない人にもいろいろ魅力を伝えていけたらなって思います。昔の人たちのことをよく学べたと思います。最初は緊張していたけれども、大きな声でハキハキと言ったり、いっぱいいっぱい手の動きをしていたりと、最後は達成感が大きい劇になってよかったです。今後この経験をどのように生かしていきたいですか？どんなことにも弱くならず強気で、広瀬丹宗のように勉強もいろいろ学んで過ごしていきたいです。久保さん、今回子どもたちの取り組みを見て、ふるさとの先哲について学ぶだけではなくて、発表や展示を通して発信する力というのも学んでいるんだなというのを感じました。ここからですけれども、やはり子どもたちにはですね、ここで学んだことを地域に持ち帰ってですね、より多くの人に発信していってほしいなというふうに思っております。そうですね、今回の取り組みを通じて子どもたちがどんな未来を歩んでいくのか楽しみですね。